スポーツアドミチック天国2013年は会津に来てく難所ということで、こちらはこれこっち側に今画面に見えてるのは、アシスタント AI さん、県立博物館でいいんですか？そうです。はい、鶴ヶ城の元三の丸跡のようです。はい、県立博物館の向かいにさあ、できました。こちらがアシスタント大家さん、こちらも元何だったんでしたっけ？私立図書館です。私立図書館でした。場所が私立図書館でなくなり、さあ2013年、NHK 大河ドラマにあやかって会津若松市は頑張りましたね。大河ドラマ八重の桜、大河ドラマ館を作ったそうですが、今日は2013年1月10日まだオープンしておりません。残念すぎる。どうやらですね、プレオープン的な、会津の偉い人たちが見れる的なイベントがあったようですけれども、あまり明日からのオープン。あ、明日オープンなの？じゃあ明日オープンなら、違う、明後日です。12だでよね。でよね。でよね。1月12日オープン。うん。我々アドミチ隊の滞在は、1月11日までということで、中に入ることなく、我々は帰らなければならないのだ。もう少し赤兵衛くんが偉くなってくれればな。招待されるはずなのに。すいません。アドちゃんも偉くなってくれ。俺たちは偉くなる気はないのか。ということで、どういうことなんでしょうか。まあよくわかりませんけどね。こんな感じで今、平成の会津武士たちが、開館を祝って、盛り上がっております。はい、我々は見に来れませんが、これ1年しかやんないんだよね。はい、1年のみ。とにかくこの1年の間に、一度は会津若松に来て鶴ヶ城を見て、紙芝居見て、鶴ヶ城の壊れたポストカードを買ってドラマ館を見に来てください。頑張れ会津。アドミチでした。